ここからは小豆島を1泊2日で満喫したいと思います。それでは小豆島の方行ってみたいと思います。というわけで、トノショーベースオリーブポートトノショーというところに着きました。左上にはからかい上手の高木さん、いやー素敵中にね、展示されているものがあるというわけなんで、早速行ってみたいと思います。高木さん待ってて、今行きます。トノショーです。何やらすごい予感がする。いや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 、すごすぎだろ。はい、というわけで、いろいろ回ってきたんですが、こんな感じで戦い上手の高木さんの舞台探訪マップがあったんで、こちらを、まあ、こんな感じでだいぶあるんですね。戦い上手の高木さん1、2、3、それから劇場版もありますからね、だいぶあります。ひとまずはこのショーベース高木さんとのコラボの展示はこれにて終了したいと思います。それでは以上、トノショーベースでした。いやーよかったはい、というわけで、こちら小豆島オリーブ直営店お土産トノショー港観光センターというところに来ました。はい、ここにはね、まあその文字通りお土産とかが売ってるんですけども、もう一つ期間限定でやってるものがありまして、まあ、それをやりにね、今回小豆島に来たみたいなところなんですが、からかい上手の高木さんと都の省庁がコラボしたスタンプラリーというのをね、9月の5日くらいまでかなやっているというわけなんで、今回はねそちらをやってみたいと思います。で、そのスタンプラリーの台紙っていうのが都の省庁観光センターにあるというわけなんで、ね、早速取りに行きたいと思います。どうやらね、からかい上手の高木さんのグッズも売ってるというわけなんでね、そちらも見ていきたいなと思います。すいません、スタンプラリーの台紙っていただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。はい、で今回のスタンプラリーなんですけども、タイトル、からかい上手の高木さんスタンプラリー in 都の省庁というわけでね、やっていきたいと思います。期間が2023年8月5日から9月3日の間で、イベント特製ポストカードをゲットしようというわけでね、こちらを目指していきたいと思います。スタンプラリーなんですけども、こんな感じで6個押せばいいんですが、スタンプを設置している店舗っていうのが10店舗あるんですね。なんですが、10店舗のうち6種類のスタンプを集めてイベント特製のポストカードをゲットしようというわけでね、6種類のスタンプがあるみたいです。なので6個じゃなくて6種類っていうのをね、注意していただきたいなと思います。そしてダブルチャンス賞というものがあります。上記のイベント参加店舗において、からかい上手の高木さんグッズや地域名産品をご購入の地域名産品をご購入の方および飲食された方を対象に3000円ごとにイベント特製クリアファイルと交換しますと。というわけで、まあなんか3000円でお買い物とかすればまたねクリアファイルがもらえるといった感じですね。注意点がありまして、3000円ごとにクリアファイルと書かれてるんですが、でここにスタンプが6つあると思います。合計3000円を購入すればスタンプ6個で、1回のご会計が500円ずつでスタンプ1個となっております。まあ、1回のお会計が500円超えたら1個、1000円超えたら2個みたいな感じですね。はい、そんな感じで今回のスタンプラリーをやっていきたいと思います。はい、というわけで
スタンプラリー1つ目、葛西正商店というところに来ました。はい、こちらからかい城の高木さんスタンプラリーに東の省というわけで、中にねスタンプが設置されてあるというわけなんで、ちょっと行ってみたいと思います。というわけで、葛西正商店さんでした。いやーすごかったね、高木さんじゃなくて西方がね描かれていましたねすごいこと。というわけで、あとスタンプ5つ集めていきましょう。はい、スタンプ2つ目になります。妖怪美術館さん、こちらに来ております。はい、正面にはね、からかい上手の高木さんスタンプラリー in 東の省庁というわけで、目の前にねこちらスタンプラリー会場はこちらというわけで、続行していきたいと思います。すごい高木さんがいますね。高木さんじゃん、いいな。やった。はい、というわけで3つ目のスタンプラリーの場所かな、バジリコカフェというわけに来ました。この象徴と高木さんの上りもありますね。でバジリコカフェなんですけど、ここすごいところで、劇場版のからかい上手高木さん、こちらでもね、ペットショップとしてこの施設が、描かれたモデルになったといった感じのところになっています。このねデッキがまさに特徴的で、この価格かな、なんかこんな感じでねペットショップが展開されてあったんで、いやーすごいところいやー聖地に来ちゃいましたね、これはすごい。というわけで、中にねスタンプが設置されてあるというわけなんで、行ってみたいと思います。というわけでバジリコカフェさんでした。はい、いやー中がねすごかった一応ねスタンプが置いてたんですけども、その上になんか聖地巡礼の歩き方みたいな本書籍もあったんでね、いやそちらも十分と見応えがある、そんな感じのお店でした。実際には食べてないんですが、メニューもねピザがあったりとか、モーニングとランチがあるので、とてもバリエーションが多くてね、楽しめるようなそんなお店でございました。以上ね、ここ聖地巡礼でもありますカフェバジリコさんでした。いやーよかったはい、というわけでアート&カフェファインポートギャラリーというところに来ました。こちらはなんかギャラリーなのかな。あ、甘酒ミルクとイチゴ売ってますね、美味しそうだなそしてメインのからかい城の高木さんスタンプラリー、こちらやっていきます。さあこんなね、もう場所としてはエンジェルロードの近くなんで、結構海沿いに近い感じです。1周年アニバーサリー、結構最近できたんですね。あなただけの青を見つけてというわけで、早速こちらの中に、ああ、あるみたいですね。入っていきましょうか。はい、というわけでアートカフェさんに、お邪魔させていただきました。こちらなんですけども、青をテーマにしていろいろモデリングされているような、そんな感じのお店でした。多分青に関しては今回期間限定なのかな。はい、でもねやっぱ個性独特のデザインというものがね、感じられるような場所でした。というわけで、高木さんのスタンプなんですけども、4つ目がついに、できました。はい、よかったです。で残りが2つなんですけども、ちょっとねさすがにそろそろ被るんじゃないかっていう疑念がね僕の中であるんで、いつ被ってもおかしくないようなそんな状態でございます。こんな感じで瀬戸内海が見えますね。本当に海の隣にあるそんなアートカフェさんでございます。ではスタンプがダブるような気もしながら、次の場所行ってみたいと思います。
エンジェルロードの売店にはスタンプラリーの台紙が置いてるというわけで、スタンプ自体は置いてないみたいですね。ちょっと勘違いしてました。というわけで、エンジェルロードに着いております。噂によるとちょうど今がエンジェルロードになってるということなんらしいんですが、すげえマジか、これはすごいな。見てくださいこれ道がつながっとう。すごいな。潮の満ち引きの関係でこういった道路がね、道路っていうか砂浜の道がね浮かび上がるといったことなんですが、現在は干潮の時なので潮が引いている、つまり砂道が出てくるといった感じなんですね。いやすげえ、これが高木さんで出てくるエンジェルロード。いや、オープニング思い出すなオープニング思い出すな。じゃあね、エンジェルロード歩いてみてもいいんですが、せっかくなんで、展望台の方にも登ってみたいと思います。さあ、というわけで恋人の聖地の階段を、ぼっちが歩くっていうねなかなかカオスな状態なんですが、まあ恋人との聖地といえども、僕の目的はからかい上手の高木さん、それ一択なんで、恋人とか別に関係ないし、まあ俺高木さんが恋人というわけで登ってきてますが、結構ハードですねやっぱり頂上は。でも急なのは一瞬だけなんで割とすぐでしたが、頂上は人がいっぱいいますね。さすがです。いや、俺がアウェイすぎるんだけどちょっと待ちますか。さあ、ここは噂のエンジェルロード、恋人の聖地ですね。鐘があるんですが、上からは砂浜の浮かび上がってくる様子。せっかくなんでエンジェルロードやってみますか本日はお盆時期ということもありまして、だいぶ人で賑わってる様子です。いやー、正直この辺まででいいな。僕がやりたいんだって、やりたいことがあるとすればこの内側がじゃないですか。ここに西方と高木さんが飛び込んでるんで、僕もそれやりたいっていう感じですねまあこんな感じでエンジェルロードでした。ぜひね、小豆島に観光に来た際はね、ここ非常に混み合っている場所でございますので、交通状態や近隣の迷惑のならないように十分注意してやって観光してみてきてください。はい、どさんこ商店さんに来ました。こちらにどさんこ殿商店と書いてありますね。スタンプラリーが設置されたって見たんで、ちょっと行ってみましょうか。もしかしたらね、嫌な予感がする。はい、スタンプラリーで来たんです。スタンプラリーと、種類が2つあるで。2つで6種類あるで、ああ、はいはいはい、でうちとどっかとか一緒の分野って言われた。あ、そうなんですか。ああ、だから重要ってはい、かぶってましたかぶってた、かぶってた、めっちゃかぶってた。どことかぶってたかはちょっと覚えてないんですけど、あの水色のスタンプでね、わーってやってる、わーってやってるやつです。わーって、それとね、被ってましたね。いやー残念。まあね、知ってました。あの 10店舗で6種類ってことは4店舗どっかで余るわけじゃないですか。その4店舗分の1に当たったってわけなんで、まあまあまあいいんだか悪いんだかよくわかんないけど、とりあえずはまあこういうこともあるよというわけで気を取り直して次の店舗行きたいと思います。はい、はい、というわけでコーヒーショップワールドさんに来ました。こちらでもね、スタンプラリーがやってるといった感じなんですが、ちょっとね、また嫌な予感がするんですよねなんでだろうな、なんで嫌な予感がするんだろう。はい、というわけで中行ってみましょう。西方いやでも、いや被ってたけど、
いやでもすごかったよ。あの入り口入ってすぐ右なんですけども、先ほど見た通りね、からかい城さんの高木さんの聖地がね、もういかにも小豆島であるといった感じの雰囲気がね醸し出されていました。あのアクリルキーホルダーがあったりね、あとは聖地のマップがあったりとか、コミックの表紙もあったりとかですね、はい、そんな感じでいろいろ高木さんを感じられた、そんな場所だと思います。スタンプラリーとはまた別でね、コーヒーもいただけるんで、はい、そこもね楽しめると思います。というわけで以上、コーヒーショップワールドさんでした。いやー、かぶり2つ目か、残念。大仏じゃー、大観音じゃー、からかい城主の高木さん、スタンプラリーのポスターも貼ってます。やったー、3キロくらいずっと登ってきました。あー、着いた。でっけー、でかすぎ。あー、めっちゃ天気いいから日焼け不可避ですよ、こんな。あー、はい、というわけで改めて、大観音につけました。めっちゃ高えな、おい。結構上を見上げないと前方が見えないような、そんな大きい観音となっています。入り口がこんな感じ、めっちゃ大きいっすよね。はい、でその観音様が見下ろす景色というのがこちらになってます。いやー、なんかこれぞ小豆島っていった感じの景色です。結構僕が考えてた小豆島の景色ってこんな感じだったんですよね。この山あいに囲まれてる感じ、これイメージしたんですけど、まさにこれを大観音様が、眺めているというわけでね、平和の祈りみたいなのを、捧げてるんでしょう。まあ観音様の景色はこれくらいにしといて、はい、というわけでお聞き苦しいピアノを聞いていただきまして本当に申し訳ございませんでした。いや、あれが僕の精一杯かもしれないです。いや、マジでピアノ弾いてる時が一番汗かいたかもしれない。というわけで、大観音様かぶるんかいということでね、マジでかぶるのかよ、マジか、言葉失ったもん途中で。いやー、まさかの3連続かぶりというわけでね、確かかぶりが4つあるんですけど、そのうちのね、3つがねすでにもうかぶってるというわけでね、マジかよって言った感じなんですが、はい、というわけで、以上観音様は、これでおしまいとなります。でね、ご朱印帳じゃなくて、お守りがあったんでめちゃくちゃ迷ったんですけど、やめました。はい、予算的にきついなと思ったんで断念したんですが、というわけで続きましてはスタンプラリーを目指すと同時に劇場版からかい城主の高木さんで舞台になった場所にもね行ってみたいと思います。はい、というわけで、千枚田です。中山千枚田の付近に来ました。いやー、もう下を見下ろしてもこんな感じで段々になっている様子が伺えると思います。そして目の前に見えるこちらのバス停なんですが、現在ね、ちょっと工事中かなんかで半分塞がれてますが、ここは西方と高木さんが、バス停を待ったその場所でございます。バス停の中はね、こうしてポスターが、飾られています。劇場版からかい城主の高木さん、2月19日日曜日と書いてますね。あ、小豆島特別映像なんで、まあ多分そういうイベントがあったんでしょうね。ここがそのバス停でした。ここからちょっと歩いた先にね、からかい城主の高木さん、それを感じられるスポットがね見えると思いますので行ってみたいと思います。湯船山登ってます。先ほどの千枚田のところからまた山を登ってるといった感じでございます。ふう、なんかここら辺はれっきとした施設はないので、臨時駐車場というものがね
あの公民館で設けられているといったところです。そこら辺で路駐している人なんかもね見受けられますが、標識には路駐禁止と書いてあるので注意しましょう。爆発音が聞こえましたがいやーすげえ登りいやーあーやっぱでも上に行くたびに風が気持ちいいですねいやではこの道をしばらくまっすぐ行って、お目当ての場所に行きたいと思いますと思ったら早速ここを左に行くみたい。余計きつくなってんじゃんああもうわかりますこれもうふざけんなよ、めっちゃ登りやん。こういうところは原付とかのバイクだったらエンジンでなんとかなるかもしれないですけど、あの素人の自転車はましては僕みたいなやる気のないサイクリストがこんなところ通るものじゃないですよもうしんどい。私は一体どこに行くんだフ登山やん、もう完全に登山じゃん。ああきつい。でも空がだいぶ開けてきました。あそこに行けばなんか見えるか。汗尋常じゃねえっすもん今昼の1時くらいなんでちょうど暑い時期ですね。やばい。さあ開けました。まだ登るか。まだ登るっぽいな。おおすげえ。なんじゃここ。おーやあ着いたか。はあなんじゃここ暑い。さあもう目指すは上しかないやろ。はあすごいところだ。なんだここ。金があります。すごい。はあ、お賽銭もありますね。こんなところにすげえ。こちら湯船山蓮華寺の梵鐘というわけで、そんな梵鐘があるのか。一回鳴らしちゃっていいんですかね。なんかバッチ当たりそうな気もするけど、いや鳴らすのは控えておきましょう。さすがにすっげえとこにすっげえ神社あるな。いやお寺かこりゃ。小豆島霊場第44番湯船山霊場なんですね。死者が眠るであろうそういう場所なんでしょう。というわけで自分がなぜこの湯瀬山に来たわけなんですけども、こちらの景色です。ドーンこれだこの景色だ。いやいやー来たー、この景色です。劇場版からかい上手の高木さんキービジュアル。いやうわここだすげえ。ここです。劇場版からかい上手の高木さん中学3年一度きりの夏これがこの景色です。いやー着いた。感無量です。いやーここに来るためにどんだけの大汗を流したか、どんだけ道に迷ったか、いやーどんだけ標高を登ったか、いやー感激ここら辺周辺は毎年8月上旬にやっています小豆島のお祭り虫送りの、お祭りとしてもここら辺一帯が会場になっている、そんなところです。いやーマジで飽きないここ
いやー嬉しい。というわけでこちらの山からはお届けしました。でもう一個ね、ここら辺から湧き水が、湯船の水、日本の名水が流れているといったことなんですが、ちょっと探してみたいと思います。ありました、こちらですね。まあ長寿屋といったところでしょうか。お水がここから流れています。はい、おそらく山からの水でしょうね。先ほどのところからこう階段をぐわーっと登った感じなんですが、ここにその、湧き水って言いますか、長寿屋があります。ちょっとね、心を清めたいと思います。さすがに高木さんの旅がうまくいくように。あー、すげえ冷たい。ちょっとお水のやり方は間違ってるかもしれない、絶対間違ってると思うんですけど、とりあえず水がめちゃくちゃ冷たいです。いやありがとうございます。はい、というわけで湯船さんでした。いや千枚田の素晴らしいキービジュアルを見ながらお別れしたいと思います。時刻は13時50分というわけで、めちゃくちゃ今が暑いですねめちゃめちゃ暑いのに、あの山登りしてめっちゃ汗かいてっていうね何ハイキングしとんねんって感じなんですが、はい、では次に行きたいと思います。はい、というわけで、長栄堂さんに着きました。読み方間違ってたらごめんなさい。店の外のポスターにはもう大々的にからかい上手の高木さん、コラボ商品発売中、ワオ、マジかちょっとお土産に買おうかな。そして今回のメインのスタンプラリーですね、こちらをやっていきたいと思います。というわけで殿商工の切符売り場に来ました。こちらで切符が、切符じゃない、スタンプが置いてあるというわけなんで行ってみたいと思います。皆さんやられてるもんなんですか。そうですね、今日もクリアファイルが100枚ぐらい出たかな。え、そんな出たんですか、すごっ、それぐらいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、ビジットも、はい、いきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでお疲れ様です。現在の時間が4時39分ということで、だいぶ時間かかったんですけど、まあなんかね、仮眠とかしてたらいつの間にかこうなってたんですがはい、で今回スタンプラリーを6つ集めました。でその後3000円以上のお買い物を一気にドサッとしました。まず何を買ったかっていうと、こちらからかい上手の高木さんの T シャツ L サイズですね、こちら2800円で購入いたしました。さらにさらにさらに2800円じゃねえか、あと200円どうするんだっていうと、はい、ちょうど今分かりました。200円のちょっとつまんてるんですけども、オリーブサイダーっていうものがありまして、こちら200円です。合計3000円というわけでね、ぴったし3000円買うことができました。はい、まあぴったし3000円狙ったわけじゃなかったんですけど、なんか割といい商品ないかなって探したらこの組み合わせができたっていった感じです。でそれの特典なんですけども、まずスタンプラリーおめでとうで、こちらのオリジナルのステッカーですね。はい、この夏祭りの感じね、いやいいなはい、このからかい上手の高木さんとの象徴のポストカードですね、ポストカードがいただきました。ありがとうございます。さらに3000円以上お買い物の方限定で、こちらクリアファイルですからかい上手の高木さん、裏面は裏面ちょっと分かんない、分かりにくいかもしれないですが、赤色の線でここにとの象のとの象のマップが載ってます。はい、こんな感じでクリアファイルをいただきました。ありがとうございます。というわけで、今回はこちらの自転車で殿商のからかい上手の高木さんスタンプラリーをやってまいりました。とてもね楽しかったですマジでね、
かぶり4分の3を当てるっていうね、なかなか強運な男だと思うんですけどもというわけで今日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、シュウでした。バイバイ。